愛する聴取者の皆さん、神の言葉、聖書が与える前の水を共に飲むためにあなたをお招きするのは私たちにとって恵みであると、もう一度言わせてください。これは私たちの聴取者のためにファミリーラジオが提供している新しい命の響きという番組です。今日の番組では私たちの主、キリストの命と働きについて厳密に聖書だけを土台として共にさらに学びます。今日この番組があなたにとって祝福になりますように。ファミリーラジオの聖書は語るをあなたにお送りします。これは神の言葉を注釈抜きで提示する番組です。聖書の一部を共に読むために私たちとご一緒ください。詩編第72編、ソロモンの歌。神よ、あなたの公平を王に与え、あなたの義を王の子に与えてください。彼は義をもってあなたの民を裁き、公平をもってあなたの貧しい者を裁くように。もろもろの山と丘とは義によって民に平和を与えるように。彼は民の貧しい者の訴えを弁護し、乏しい者に救いを与え、虐げる者を打ち砕くように。彼は人、月とのあらん限り、世を生きながらえるように。